どうも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 、皆さんこんにちは、キヨキヨです。よし、あ、そういえば4300いきました。そんなんどうでもいい。今回私が攻める場所は5番じゃ。5番じゃ、こちらじゃ。防衛施設、カンスト、そしてヒーロー44時なんすよ。まあね、そう、星さんとかね、やっぱ取りたいんすよ、星さん。正直しかし取れないっすね。私取れないっす、まだ練習積んでないんで、まずはね、星2を確実に取っていきたいなと思います。編成はこちらです。こちらでいきたいと思いますよ。まあヘビメタの基本的な編成にジャンプを持ってきます。で、後半にジャンプを打つのではなくて、まあその私のジャンプの使い方にも注目していただければなと思います。よし、いきますね。5分後って言ったんですけどね、今5分後ってなってますけどね。行きやすと、行きやす、あ、行きやす、泣き泣き泣いちゃいます。行きますか。行きたいと思います。はあ、やっぱ緊張すんな。初の iPad でのクラン戦、多分初ですね。初ですね。行きやす、行きやす、ベーとベー攻撃。まずね、もうね、安定してますからね、私ね。はい、ですね、先打ちで、自信打ってきますね。もうめっちゃ拡大して、よし、どうだ。 OKOKOK。 で、ここウォールブレイカーの使い方なんですけども、うわ、何、テスラ、うわうわ、マジ、ここでテスラ、ここも出る。あ、3出しちゃった、バカ、おアホじゃん。誰3出したの。ここはまあ一応開けとこう。うわー、ここはですね、もう別にもう、しっかりとゴーレムでターゲットを取ってから出してあげますね。で、ジャンプはですね、こうサイドカット用にこう出していきます。よし、ゴーレム出して、ウィザードをサイドカット用にしっかりと出していくと。で、ここで出す。あ、やばい。どう、いけた、いけてないね、いけてないね。お兄さん、ちょっと待って、お兄さん状態ですよ。で、中心部、スケートロン出てくるんで、打って、まあ、左、下いけるだろう、下いける、え、下ダメ、下ゴーレム殴ってる。ですね、ここで打ってですね、いつだ、ババキンはまだ耐える。ババキンはまだ耐えて、いくぞ、よし、いくぞ。中心部、やっぱめっちゃ攻撃受けるんでね、あ、左、下、結構いいっすね。下結構いってますね。よし、待って、やばい、ラバがやばい。ラバがあかん警察、これラバがあかん警察やつじゃない、これ。あかん警察、これ発動、これあかんって、あかん、やばい、これやばい。あちょい、これ違うって、これ違うって、これ、下手くそ球技発動じゃん。今チャットどうなってんの、チャットどうなってんの。いや、これ下手、いや、これヒーロー35、31あって、これクソですよ。あの、タウンホール8の皆さん、タウンホール10って難しいんだなとか思わないでください。私が下手くそすぎるだけです。嘘でしょ、これ。あ、ちょ、ここ、これ編集。嘘でしょ。じゃあ、奇跡のバーバリアンを皆さんにお見せしたいと思います。バーバリアンがタウンホールを破壊してくれます。いきます、破壊しろ。あ、そっちターゲット取る。うわー、勇敢な戦士よ。こーで、こう、まあこう下から見てて、星さん、おー、すげえ。あー、まあ星印象ミスっちゃったね。お、星さん、いいね。お、いいね、星さん、いいね。